の左大臣立花諸直の光栄、楠木正成と申す者に候。だこれなるは我が弟達江と申す者に候。時下頃は元寇元年8月、醍醐天皇には北条大軍避けさせたまい、悪運峰をうずむる笠木の山に落ちさせたまえり、家逃げにおいたわしき恩こそかな、ただただ涙こぼれるばかりなり、我進んでここに勤王の軍を起こさんとす。時下帝には北条大軍討伐の勅命下したも、我かしこみて東赤坂に城を築き、の大軍見事打ち滅ぼさんと思うなり、他にもさすえや、僕と心うべし。かしこまって通ろう。他にも兄上の仰せの通り、おたび勅命を廃し、勤王の軍を起こし、北条大軍討伐の勅命、愚問の誉れに候。いかに北条の軍勢勢い強くして、力をもって攻めれども、我は十王に計りを巡らし、北条武略をもって攻めれば、これまた策を弄して防ぐ。あて帝の御心安らかに、あてまつらばやと思うなり、力が兄上の御ともつかまつらん。かしこまって候。はい。
赤面をこのところに招くべし、かしこまって通ろう。さらばまさつらいよ。さらばおじ上の。さらばまさつらいよ。
桜も花は散りても顔残す我死するとも後におめい残すまじ朝面も志を継ぎて故郷河内へ帰りたりその上は思い残すこともなし出潔よく港側に陣を敷き敵を待ち歌わやと思うなり足止まって通ろうヘイ
湊川に着いたと覚え候。はやばやか船のご用意なされ候。足こまって候。えい。Thank you.
いたしかただし、一子天恩に報いん覚悟なり、あれもなしょうまでも人間に生を変え、再び朝廷窮地滅ぼさんと思うなり、あれも覚を思うなり、いざさらば生を変えて本懐などげん、足止まって候。